病床確保が大きなポイントです。ここからは都庁キャップとして取材を続ける相模記者と進めていきます。お願いします。お願いします。それではまず感染者の受け入れ先について、現在東京都がどのような対応を取っているのか見てみましょう。伊藤さん。はい、それでは感染者の受け入れ先について都の対応を見ていきます。こちらです。現在 PCR 検査で陽性となった感染者は症状にかかわらず全員が入院することになっています。しかし今後も感染が拡大することに備えて、都は症状に合わせた対応に変更していく方針です。ではその症状に合わせた対応とはどういった対応なのか見ていきます。こちらです。入院が必要な重症・中等症の患者はこれまで通り病院に入院、一方で軽症・症状のない患者についてはホテルや自宅などで経過観察を見るということです。では相模さん、現在の都内の病床数についてはどうなっていますか。はい、こちらです。はい、東京都はですね、感染のピーク時におよそ2万人の感染者が出ると想定していまして、このうち入院が必要となる重症者や中等症の患者に対応するため4000床の確保が必要になると想定しています。これに対しまして、今日の時点でおよそ750床を確保できているということなんです。しかしですね、軽症の人たちを含めましてこれまでの陽性患者、今日の時点で770人を超える見込みなんですね。はい、昨日までに退院できたという人は60人程度ですから、病床の確保が必要とされているんです。そうですね。この対策として厚生労働省が今日発表した指針をもとに都が進めているのが、借り上げたホテルなどの一時滞在施設に軽症の人たちに移動してもらうという対策なんですね。対応状況はどうなっているんでしょうか。はい、小池知事は午後の記者会見で来週中に、モデルケースとなる施設の運用ができる見通しだと明らかにしました。はい、今後も速やかに整備を進める方針でして、整備状況について知事は次のように述べています。このホテルの業界の皆様方も協力的でございまして、こういった都の現状を鑑みてですね、さまざまなご協力の声が上がっているところで大変感謝をしております。ただ一つ一つ丁寧に確実に進めていくことによって病床の確保と、そしてその方々の一定の期間そこでお過ごしいただける、そのような環境づくりに邁進したいと思っております。では一時滞在施設の運用にあたってはどういった課題がありますか。はい、入院している病院からですね、移動して滞在する皆さんは軽症ですとか症状がないとは言いましても、はい、いつ重症化してしまうのか分かりませんから、誰がどういうふうにケアをしていくのかというのが一点課題としてあると思います。はい、また宿泊施設ですので医療機関ではありませんので、施設内で対応にあたるスタッフたちへの感染拡大を防ぐための体制作り、こちらも課題になってくると思います。はい、そして一方で近くのホテルが滞在施設となると、こう住民の方からは不安だという声も上がる恐れありますよね。はい、ここはですね、やはり都が施設内での体制などについて、近くの住民をはじめ都民にきちんと説明していくという必要があると思います。はい、そして私たちの方もですね、この措置は医療崩壊をさせないことが目的だということを考慮して向き合っていくことが大切だと思います。はい、さらに感染者が増える前にこの体制を整えていくことが必要となりますね。